では、うん、内的緊張、うん、ちょうど私たちが動機づけられる、うん、これモチベーテッドステシチュエーションですね、うん、モチベーテッドシチュエーションを外に証言する時間が必要なように、うん、誰もが内省し自分の内なる世界を思う存分堪能する時間も必要であると、うん、そして私たちの心には自分たちの内向された心的機能の他に時々心の中に起こる引っ張られたり突き上げられたりという作用がある。これもタイプ論の一部であることを知っておこうと。この作用は自分たちが周囲のどのような印象を与えるかや自分たちが動機づけられる作用があるのと同じように考えてもらいたいと。それは自分たちが外の世界で関わることで生じる面がある一方で自分たちの内なる世界と関わることで生じる面もあるということを知る上で不可欠である、うん、と書いてあって、内的緊張が働いている時に見られる特徴として、うん、NJ 直感機能と判断の人、うん、ビジョンを持った意思決定者、うん、根気強い内面にあるビジョンに向けて努力する、うん、精力的決然とした期待や欲求に対して敏感、うん、徹底的で勤勉、うん、でこのような状態にとどまりすぎた場合は頑固になる、神経質になる、うん、喧嘩腰になる、うん、では SJ の人、感覚機能と判断的態度の人、内的緊張が働いているときに見られる特徴は、しっかりした、頼れる、うん、秩序を求める、曖昧さを嫌う、うん、安定した、うん、常識に合わせる、うん、細かいことに厳密な、うん、道徳を大切にする、うん、保守的な価値を大切にする、うん、自分が正しいと思うことを行う、うん、でこの状態にとどまりすぎた場合過度に我慢する、うん、ご都合主義になる、うん、視野が狭くなる、うん、自分の不安を認識できなくなる、うん、とあります、うん、で TP の人、うん、思考機能と知覚的態度の人の内的緊張が働いている時に見られる特徴は、うん、分析的で疑問を持つ、うん、独自の方法で物事を結びつける、うん、寛容な要領を得ている、うん、整然とした枠組みを好む、うん、変化に敏感で好奇心が強い、うん、状況を楽しむ、うん、でこの心理状態にとどまりすぎた場合短気になる、うん、言い逃れをするわがままになる、うん、では FP の人、うんが内的緊張が働いているときに見られる特徴、うん、協調的で順応的、うん、寛容などちらかというと思いのままを表現する、うん、人の気持ちに敏感で思いやりのある、うん、ユーモアを楽しむ、うん、とあってこの状態にとどまりすぎた場合直情的になる気が散りやすくなる、うん、短気になるとあって、うん、これはその内的緊張が働いている時なので別に外から見て、うん、あの人緊張しているなっていうことではなくて、うん、自分がここはちゃんとしなきゃ、うん、ごめんなさいちょっと言葉が幼稚で申し訳ないんですけどうん、うん、あここちゃんとしなきゃいけない、うんうん、で僕の場合はなんかその、うん、ピンとしてる時にやるっていうので納得はできてるんですね、うんうん、自分が正しい、うん、まあ多分これ F なんでしょうね F じゃない SJ って書いてありましたね SJ 自分が正しいと思ってることをやる、うん、っていう結構頑固なところがあったりするので、うん、あとはまあその常識って分かってるよねみんな、うん、なんか感覚で分かるじゃん常識、うん、ってやりがちなので、うん、自分はいるなって思うんですけど、うん、で僕は体調の中に FP を見たんですね、うん、僕はまあでも緊張してる時ですよね緊張してないとちゃんとしなきゃって思ってる時だと僕は認識してます、ね、ちゃんとしなきゃって思ってない時ですよどちらかというと自然に緊張状態じゃない時例えば、うん、筆者はね、う
自分たちが主催している研修現場で、うん、この受講している人たちに、うん、次の質問に回答してもらいましたと書いてあって、うん、じゃあ質問ですと、うん、何かを早く決めすぎた時の、うん、もしくは、うん、判断を先延ばししすぎた時の、うん、あなたはどんな状態でしたか、うん、そしてまさにあなたがその状態である時、うん、あなたの周囲の人々はそんなあなたをどう見ていましたか、うん、っていうのが、うん、今挙げた例なんですね。その状態で、はい、僕の中では結構、うん、自分が SJ であることに、うん、はい、納得は言っていて、うんうん、僕は体調を FP と見ていたんですね、うん、例えば会員になりかけた時、うん、対会員になって初めの方かな、うん、要はあんまりまだ喋ったこともない、はいはい、時に、うん、こういう風に見てました。体調の中に FP はいました。だから普段です、それで。普段というか緊張状態じゃない時はそうだっていう感じ、はいはい、じゃあ緊張は例えばなんか早く決めすぎたとかっていう時は、はい、引っ込みますから隠れる逃げるに、うん、要は緊張してるけどしっかりしなきゃいけない時って逃げれない時ってあるじゃないですか。逃げれない時は逃げますよ、何としてでも逃げたいと思います、まあ、ピンとこなかったならいいです、はいはい、でね引っ込めます、はい、引き続きでは各タイプごとの基本的認知スタイルというのがあって、うん、この認知スタイルというのは心の成長は本人がどれくらい自分の処理、情報処理能力と情報に反応する力を伸ばせるかにかかっていると言っていいだろうと。自分の成長したいというこのプレッシャーに気づくことに失敗すると人間関係を難しくしたり心の不具合を起こすという対価を支払うことになると。タイプは自分の思考する心的機能の相互作用やタイプのダイナミクスを理解することによって自分の心にある潜在的な能力を伸ばせる領域に近づく方法を提供してくれるということを覚えておいてほしい、うん、っていうこの書き方にはちょっとイラッとしてるんですけどタイプがあるように書いてんじゃねえよっていうのは働くんですが、うん、タイプがあるポジションです、これはね、うん、この書き方にはちょっとイラッとするんですがまあ皆さん各世界観がタイプごとによってありますよ、はい、としていて、うん、そのタイプごとの基本的な認知スタイルとして、うん、ST 意志が強く、うん、合理的、うん、実際的、うん、実践的、うん、重さや形など具体的な事実を確かめる、うん、秩序だった、うん、自制心の働いた、権力を重視する、人に頼らない、うん、守備一貫したっていう世界観があって、うん、なんか一日の計画を立てようとすると今挙げたようなワードが出てくると、うん、で自分の思うような一日を過ごせない日が続く場合この ST の人は過度に自制的になる、うん、固くなになる、自分と違う意見を拒否する、うん、過度に常識にとらわれる、うん、不必要に楽しいことを我慢する、うん、とあります、うん、では NT の人、うん、心理的な観点を重視する、工夫に富む、分析的な、理論的なつながりに焦点を向ける、自主性を好む、頭の回転が速い、興味のあることないことがはっきりしている、自分の客観性に自信を持つ、理論やモデルを注意深く用いる、うん、で自分の思うように一日を過ごせない日が続く場合、理屈っぽくなる、自信過剰になる、好奇心もしくは用心深くなる、周囲を見下す。ああ、なるほど。これは基本的認知スタイルを用いるときに見られる特徴ってあるんですけど、うん、うまくいっているときは、この工夫に富むとか、うん、心理的な観点を重視するっていうのがうまくいってる日っていうことですね。では、SF の人。感覚と感情の人ですね、うん、は事実を大切にする、うん、温和で控えめ、うん、人の欲求に応えようとする、うん、自分の個人的な気持ちを表現する、うん、人の立場に立って考える、うん、責任感のある、うん、良心的な、うん、
物事の詳細に辛抱強く向き合う、うん、他者に実際にどのような影響を及ぼすかに焦点を向ける、うん、で自分の思うように一日が過ごせない日が続く場合過度に常識にとらわれる、うん、形式ばる意気消沈する興味が極端に狭くなる、うん、とあります。で NF の人、うん、直感と感情の人ですね、うん、優しい熱心な洞察的な新しい理論や物事の多様性を見ようとする、うん、融通の利く象徴的で論理的なつながりを見出そうとする、うん、美的なことを重視独創的で慣習にとらわれない型にはまらない考え方、うん、で思うように一日が過ごせない日が続く場合高飛車になる自己霊敏的になる自分の世界に引きこもる怖がる不安になる夢見がちになる混乱するなんてあります。はい、隊長なんか一致したとこあります？どこにも一致してる感じがっていうポジション、はい、難しいなんていうのを二等兵は一日読み、うん、あなんかそのなんかバッチリきます？僕の場合は、うん、なんか ESFJ が、うん、他のタイプにいないですか？自分も過度に人に、うん、人のために人のためにって書かれると、うん、いや人のためじゃねえよ勝つためだよっていうのはあるんですけど、うん、この ESFJ を見ていくと、うん、ああいるなとは思います、うん、で他のタイプ例えば、うん、ESFP を見ると、うん、僕に P 味ってないんですね、うん、P 味はないなとその辺が僕微妙な感じでで ENFJ はあるかもしれません、うん、同じ EJ で主機能が外交感情なので、うんうんうん、N はあるかもねとは思ってるんですけど、うんうん、なんかそのツイッターとかで、うん、なんか N ですみたいな人の発言がを見ていると、うん、なんかそのやめとこうかな、うん、N って何が N なんですかねって分かります、はい、S と N がでやたらなんかどっちの説明も僕ああそうそうってなんか N だからN だからってやるんですね。はい分かります N の人が、うん、まあ S の人もそうじゃないですかS の人って、うん、S だから S だからって言ってない気がするんですよ。あそれはありますね。なんか ありますねそれって。あれはありますあります。N の人が、うん、N だから N だから、うん、S はさ、うん、S はさ、うん、ってやるんですけど、それなんだろうってたまに思います、うん。何を言ってるんだろうって、うん、っていうのは思ったりするので、うん、あの自分が ENFJ かどうかは分かんないです、うんうん、はい。決めたいけど決められないって。PJ どっちなのかなと思います。こうやって聞くとね聞かれると、うんうん、もう一旦 P でいいじゃないですかってもう一旦 P でいいじゃんって、うん、こういうとこですかね J ってなるんですよ。他の J の人どんな感じですかね。あ他の J は分かんないです。で他の J の人の意見も同じように感じだったら、ああそこが判断材料の一つになるんじゃないかなっていう、はい、内的緊張ストレスがいい感じにかかっているときはパフォーマンスが発揮できるけど過度にかかると人間が、うん、あそういうことだと思います、うん、要は例えば何かその、うん、やっちゃったなって思うときあるじゃないですか、うんうんうん、ちょっとしまった、うん、っていうときに、うん、ちゃんとやらなきゃって出るじゃないですか、うん、そのちゃんとやらなきゃあの時の反応が内的緊張が働いているっていう状態だと思ってます、うんうん。でそうすると、はい、僕多分あんまりそんなにフレンドリーにはならない。あの仕事失敗してやべえみたいなことあるじゃないですか。この状況をなんとかしなきゃいけないみたいな方に走るんで、はい、まあ、仕事一生懸命やりますよ、はい、あみたいな、どういうふうに解決させるかみたいな方にこう意識がバーンと、だと T なのかもしれないですね。なんか普段はその F の説明が普段の僕で、緊張がかかった時の説明が T の説明みたいな。体調はまた置いときましょうかね。はい。